か生き物ですか。カニ。あ、シャコ。エビのシャコ。エビみたいな形してるやつ。掘ったら出てくるんですか。食べたくらい掘ったら。あ、1メーターぐらい掘ってる。え、普通に自分でさ、土、え、うん、掘ると巣穴を掘ったら中の土が出てきてこんな盛り上がったんじゃないの。あ、そういう足、はい、片足入れて座っちゃう。よいしょ。はい、ゆうなさん。そう。ちょっと左に曲がってみてよ。そうそうそう。やっと理屈が分かったぞ。言うな反対反対反対、こ木にぶつかなんかおる。ん、はい、カニか。カニ、あ、逆。逆かと思ってるけどね。こっちの方向、こっちの方向逆。オッケー。やっぱ呼吸じゃねえか。地面から出てるってこと。なんだあれ。トカゲ。はい、噛まれますか。噛めてます。はい。キノボリトカゲ、今噛もうしてる。キノボリトカゲ。キノ。ほお。初めて見た。シワシワだった。返しますか。ほい。お、早い早い早い。
聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめアウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね、いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね日々の情報はツイッターの方でも発信してますので、アット長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるリンクからツイッターの方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、ヤフーブログで、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またポモチャンネルでお会いしましょう。